皆さんこんにちは、タックルメンオクさん。こんにちは。聞こえるこの声は。こんにちは。いやー、タックルームさん、猫さんとちょっとツーリングしてます。ツーリングしてます。まあこの動画、多分前回の動画見た人は分かると思うんですけど、まああの続きです。僕の動画の中であの続きになってるね。今からやることはなんと猫ちゃんにこの最強 Z2 を、はい、Z2 に乗ってもらうと思います。思います。猫ちゃんのファン層からすると大型持ってないイメージがあるんです。あ、確かに確かに。僕大型一発試験2回目で受かったんで、もう最強最強なんで。一回メントになった自信。あ、本当ですか。いやで、タックさんにはこの荷物たくさんの NSR を試乗して、後輪荷重が重い。そうですそうです。いやもうぜひぜひ乗ってください。早速この Z2 ちゃんに乗らせていただきたいと思います。よし、うひょ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 う、やべえ、高級バイクだから、あーなんかこうバックとか当たらなくないな。あー、やばいやばい。うわリアショック硬っ。えっしゃ、重っ。重っ。何このバイク。いきますよー。はい、カッコつけます。よし、じゃあ早速エンジン始動をかけてみましょう。いやー怖い。あ、キルスイッチラン、どれがランだろう。真ん中ですね、これ。やべえ、なんだこれ、やべえ。結構あの本当ちょこっとで走っちゃうんで。いや本当ですね。こうあの世に行くんで。いや本当やば、分かりました。しかも30キロ常に出てるんですね。メーターごさごさです。あ、本当ですか。じゃあちょっと皆さん見なかったことにしてください。30キロ走ってますから。あ、30キロ出てるんで今。いやー、じゃあ NSR にぜひぜひ猫ちゃんの愛機にどうぞ。と思います。やったー、すげえすげえ。なんか久々だな。そうですね、確かに。キーオンにして、あ、そうですそうです。おお、かかった。うわ、すげえ、白煙。これがデコバスってやつですね。いや、そうですそうです。スタンド払った。うわ、怖え。あ、青なりましたね。なりました。うわ、原付に抜かれた。うひょ。これやばっ。Z2 ブレーキめっちゃ効く。想像以上に前傾。うわー、これでも楽ですね、すごい。 Z2 熱っ。熱っ。やべ。いや、すげえ、これタンクがこのエッジだ、エッジのタンク。いやでもタックさんも、いやタックさんもあれですね、足長いからすごい NSR がなんか超ちっちゃく見えますね。僕超足短いんであれなんですよね。うひょー、やべえこれ Z。 でもこれ、いやすごいですね。でもこれ Z、 もうもはや Z っていうよりは別のバイクですよね。別バイクですね。ベースが Z で、もうエンジンが 1200cc のボアアップ組んでて、で FCR キャブ、 FCR じゃないか、 TMR キャブ、吉村の TMR キャブにブレンボのこれ油圧クラッチ、これマスターもこれ油圧っていうか、なんだっけ、名前忘れてた。これすごっ、恐ろしい、やばいパワーしますねこれ。もう振動でミラー全然見えん。TM キャブの音が超かっこいい。ギューンって吸気音が気持ちいい音しますね。シフトが慣れない場所が。そうですよね。うひょー、これすごい、もうすごいしか言葉が出ない、語彙力が。あ、もうなんか重いですね、でもやっぱ。でも軽いですよこれは。あ、そうなんですか、これでも軽量したんで。あ、じゃあもう普通の Z とかだったらもう僕倒れてますね今頃。すげえ。比べて、はい、RS の方が軽いんですよ。あ、そうなんですね。750RS の方が。でもこれは1200ですもんね、もう。そうですね。に TMR のキャブで、こうセッティングもちゃんと合ってますよね、綺麗に吹き上がるから。ありがとうございます。いや、すげえ。うわ、パワーやば。 NSR と比べてもパワー違う。なんかもうドカーンってパワーがありますね。かわいいでちゅねー、よちよち。いやー、てかダンクなんか傷つきそう、ちょっとこれ閉めとこう。ほら、絶対乗っちゃってるよ。ほら、かっこいいだろ、みんな見ろよ、ほら、かっけえだろ。俺セルシオ乗ってんだぜ、マジマンジ。俺もうバイバイ。やべえ。これやばくないですかこれ。やばい、タコメーターもなんかバグりません、これ。タコメーター、
タコメーターもなんかやばいんですけど、ちょっと見てくださいこれ。なんか壊れてる。あ、でも大丈夫かな。なんかさっき、ま、あ、本当ですか。あら、破壊しちゃった。やばやばこれ見てたら怖い。これやばいですね。うわあ怖い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 やばいこれやばい、これ絶痛じゃない、絶痛じゃない。そうそう、いやこれ、いやこれやべえ。え、これ筑波サーキットとか走れる仕様って言ってましたけど、これ走れますね。うわーやばいやばいうわーこれマジでやばい。え、これやばくないですか。あ、これマジで、え、僕飛んでったかと思いました、マジで。え、これやばっ。死んだかと思った。いや僕も、いや今景色歪みましたよマジで。僕なんかリッター SS とかで開けてもなんか全然、あ、こんなもんかみたいな感じだったんですけど、うん、これマジで景色歪みましたよ今。はあ、これやばっ。え、これやばくないですかマジで。楽しいでしょ。いや、やばいですこれ。今マジで景色歪みました。4発の6速は楽しいでしょ。グニャーンってなりましたよ。うわマジでビビった。やばいこれ、ぶっ壊しそう。うわ楽しいとか言って壁にドーギャーン。猫ちゃんが死んだ。いやーこれすげえやべえなー。うわえ、これもう当たり前のようにフロント上がりますね。あ、皆さんこれ100キロ書いてますけど、これ100キロ出てないのでご安心ください。いやマジでやばい。え、これキャブのセッティングすごいですね。ぴったりじゃないですかセッティング。中回転ぐらいからだってバーってガバって開けても全然ボコつかないし、これすごい。うわあ、ジャンプジャンプ、これ本当に空飛びますね。これ写真乗せて何馬力とか測ったことありますか。推定で135レベルなんですか。いややばいですよね、135。いやこれこれこれ開ききれない、怖い。前からでも怖いですね。黒いのが迫ってくる。うわやばい。やばい。やばい。死んだ死んだ。無理無理無理。怖い。やばいやばい。すごい後ろからね、黒いのが来るんだよね。しかもギュボーって書いてこれやば、これすごいですね、本当完成度が高すぎる Z2 ですよね。いやめちゃくちゃかっこいいですこれ本当に。ギョンギョンって言ってやばい、本当やばい。いくぞ。いやー怖い怖い怖い。え、これ何回転までもあるんですか。トップ以外は8500ですよ。あ、そうなんですね。9000ぐらいでしょうか。一足は8000ぐらいです。へぇー、いやーレブになったんですよね。あ、そうなんですね。いやーいやいや、やばいこれ本当にやばい、恐ろしい。これやばいですねこれ。やばいやばいですね。やばいしか言えないですもん、なんか語彙力消失ですね本当に。ネサルのコーナーリングをうわあ、あーですよね、軽いですよねやっぱ。景色歪みますの本当、みんなにも見せたいけどな。Z2 って言ったらもう遅いとかよく言われてるイメージが多かったから、やっぱこういくらこう改造してもいくら変えてもまあ賞味 Z2 だろうなと思ってたんですけど、これ全然違いますね。もうやばい、マジで本当にすごい。いや本当にすごい。もうバイクはね、あの車と違って速くなるんですよね。いやですね、うん、バイクによって、いや本当なんなん、結局このバイクだからとかじゃないですね本当に。恐ろしすぎるバイクに変身してますね。でも、はい、この先の左側が交通機動隊のあの事務所なんで。やばいじゃないですか。いや喧嘩売りに行ってるじゃないですか。夏はよく捕まりますね。へえ、なんかすごいめっちゃツーリングしてる人みたいになってますよ。僕が旅、どこまで行ったんですか。あの車の人がすげえ見られます。ああですよね、旅してるから。確かに確かに。あ、青だった。よし来た。おお、いいねー。